シンガポール囲碁協会は国際囲碁連盟に加入するシンガポールの非営利団体であり、1981年の設立以来からシンガポールにおける囲碁普及を担っている。囲碁の英語表記、海外表記で最も広く用いられるのは GO である。国際囲碁連盟やヨーロッパ囲碁連盟などが GO を団体名に使っているほか、英語版ウィキペディアドイツ語版ウィキペディアフランス語版、 ウィキペディアなども Go を記事で使用している。また、多くの英語辞書も Go を英訳として採用している。しかし、シンガポールでは、歌教が多いことを鑑みて、Go の代わりに w ェ i c を団体名に使用しており、weiqi.orgsg というドメインを取得している。シンガポールには、日本、中国、韓国、台湾ほどの囲語人口もなければ、 プロセ度ドも存在しないが、囲碁の認知度、人気は、決して低くない。その根拠として、以下の事実が挙げられる、1989年と1999年に、世界青少年囲碁選手権大会が、シンガポールで開催されている。1989年の総鉄杯世界、女流アマチュア囲碁選手権戦において、シンガポールの選手が優勝している。 東南アジア語コングレスがシンガポール囲碁協会により取材されている。世界アマチュア囲碁選手権戦に毎年代表選手を派遣している。また、これらの国際大会に伴う代表選公開を行っている。10代20代の若者たちまでに囲碁が浸透しており、世界学生囲碁王座戦や世界青少年囲碁選手権大会にほぼ毎年代表選手を派遣している。 このように、シンガポールにおいて、囲碁文化は確実に根付いており、シンガポールの囲碁愛好家たちにとって教会は重要な存在である。ありがとうございます。